guess you were lost when I met you. Still there were tears in your eyes, so out of trust. And I knew no more than mysteries and lies. There you are, wild and free, reaching out like you needed me. The helping hand to make it right. I am holding you all through the night. I'll be the one, I'll be the one who will make all your sorrows unknown. I'll be the light, I'll be the light. When you feel like there's nowhere to run, I'll be the one, I'll be the one, I'll be the light. When you can't let to me, I'll be the light. そりゃあお前へのプレゼントだからな。まさか本当に父さんが。でも父さんは去年のクリスマスに。おじさん、それ持ったまま橋から落ちちゃったんだって。でも紙袋だけ吹っ飛んじゃったからお前の手に渡んなかったんだってさ。とんだドジ野郎だぜ。それでお化けになってお前にこれを。俺が欲しくてたまらなかったものって。うん。じゃあ1年前のあの日に父さんがこれを買ったっていうのか。知るかよ、あの日とかこの日とか。おいらはお前の父ちゃんじゃねえし、グローブ屋でもねえし。グローブ屋？これを売ったスポーツ店に聞けば何かわかるかも。ほら、ここに書いてある。去年のことなんて覚えてるかどうかわからないけど。覚えてるといいな。あ、ひょっとしたらオイラのこと信じるかい？ううん、俺はお化けは信じない。あ、そうかよ。去年の12月24日に買ってるはずなんですが。去年の今日、クリスマスイブだね。高人、高人。あ、ああ、蕎麦屋の親父だ。それだ。ああ、あの人だ。よく覚えてるよ。もう何年も前から時々来ては熱心にグローブを見てた人でね。何年も前から。それでやっと去年買いに来てくれたんだよな。ええ、一月も前に内金入れて予約したのに、名前を入れる注文をうっかりしちゃって。イブの夜、閉店間際に残りのお金持って駆け込んできて、名前は明日中に入れとくからって言ったのに、どうしても今入れてくれって。25日の朝には絶対必要だって言うんだよ。サンタクロースのプレゼントみたいに枕元に置いて驚かすんだって。そりゃあ嬉しそうに話してたな。グローブ買ったら息子とキャッチボールするんだって。キャッチボールなんてやったことがないけど大丈夫かなんてな。そうそう、やったことないのは多分日本であんたくらいだろうから、そりゃ早くやった方がいいって。うん、そうだったそうだった。それそれ、僕の父さんです。僕の父さんだ。そうかい、あんたがあの人の。で、親父さん、元気でやってるかい？バカだね、あんなこと聞くなんて。そんなこと言ったって、まさか死んだなんて思わないだろう。しかもあの日に。そうか、今日は命日なんだ。あれ、片身になっちゃったんだね。よかったな、高人。それお前んだって分かって。おいらもほんとよかったな、とうとう紙袋と離れられて。おじさん、
サンタクロースになりたかったんだな。小さい頃は俺も本気でサンタクロースを信じてたんだ。なんとなくうちにお金がないのは分かってたから、親にはねだれなくてもサンタにならどんなものをねだっても大丈夫だと思ってた。サンタクロースはタダだ。だから俺はサンタからグローブをもらうって決めてたんだ。なんでグローブ？これでも野球少年だったんだ。今思うと笑っちゃうけど、イブの夜は俺にとって年に一度の真剣勝負だった。グローブ、グローブ、グローブ、グローブ。朝には靴下の中に毎年毎年小さいプレゼントが入っていて。グローブじゃなかったよ。サンタはケチだな。無理言うな。サンタは世界中の子供たちにあげなきゃならないんだぞ。父さん、グローブもらえたらキャッチボールだぞ。約束な。キャッチボールか。じゃあ高人に教わらんとな。ほんとね。それでもサンタがくれたって信じて喜んでたんだ。でも小学2年のクリスマス。あ、お兄ちゃん、お兄ちゃん。靴下に入っていたのは半分ずつのまんじゅうで、俺はその時サンタクロースは親だったことに気づいたんだ。あ、前の日に父さんたち近所の葬式に出かけてたから。あ、葬式まんじゅうだったのさ。きサンタさん、またケチだった。おはよう、高人。サンタさん、また外れだったって？うん、ダメだった。俺が寝る前に甘いもん食いてって思っちゃったからかも。お兄ちゃんのバカいつかは当たるよ。そしたら、キャッチボールだろ。ショックだったのは、サンタがいないって分かったことより、改めてうちは貧乏なんだって分かったこと。それもただの貧乏じゃなくて、葬式まんじゅうを靴下に入れるほどの貧乏ぶり。ど貧乏？それそれ。でもおかげで俺は知ったんだ。サンタクロースはただじゃない。その時から俺は、俺のグローブを手に入れるのを諦めたんだ。いい子だなあ、高人は。おいら真似できないぜ。次の年のクリスマスが近づいた頃。クリスマス、クリスマスと君たちは騒いどりますが、クリスマスとはイエス・キリストの誕生日なんですよ。人の誕生日にプレゼントもらってどうするんですか。世間に踊らされて毎年騒ぎが大きくなって、先生は本当に悲しい気持ちです。皆さんには本気でクリスマスを祝う気持ちがありますか。閉めたと思った。八角先生が？そうそう、八角先生が。しかし随分現実的な先生だな。子供の夢を壊したって抗議したお母さん方もいるらしいわよ。それじゃ高人、今年はサンタにグローブ頼まないのか。やめやめ、夢ぶち壊し。八角め、グローブなくても野球はやれるしさ。特に俺はバッター専門だからさ。へえ、そういうもんなんだ。ああ、そういうもんさ。そういうもんじゃないよな、野球。父さんは小さい頃蕎麦屋に奉公に出されて、ずっと働いてばっかりだったから、学校のことも遊びのこともほんと知らないんだ。野球のルールのことも。お、それから俺の家ではクリスマスプレゼントの習慣がなくなって、俺はほっとした。もう父さんや母さんに余計な負担かけなくて済むって。高い人、本当にいい子だね。いい子は辛いな。ふん、そのうちグローブどころじゃなくなったし。え？高学年になると休みの日に試合で遠出したり一日中練習したりするようになって俺、
だんだんチームについていけなくなっちゃったんだ。休みの日にはうちにいて妹と弟の世話もあったし、店の手伝いもあったからな。店番の時にはよく本を読んだよ。もともと本は好きだし、何もしないで番をするのはしんどかったから。リコは大変だ。でもうちは楽しかったよ。確かに貧しかったけど。そして去年、小学6年生のクリスマス。え、試合？ああ、クリスマスのお楽しみ会の代わりに紅白戦やってさ、最優秀選手には監督が高級グローブくれるんだって。グローブ？高橋とも来いよ。お前なら取れるかもしれないぜ、最優秀選手。今度こそ本当にタダでグローブがもらえるチャンスだった。最優秀選手になれるような気がした。でも試合の日の朝、母さんがばあちゃんの付き添いで病院に出かけて、結局俺は野球を諦めて店番を取ったんだ。めちゃくちゃいい子じゃないか。けどその日店は呆れるほど暇で、こんなことなら試合に行けばよかった。行けば俺のグローブが手に入ったのに。俺はなんかイラついていて。ただいま。たく暇だな。どうも今度できた洋食屋に全部持ってかれたみたいだな。しょうがねえか、クリスマスはもともと洋物だし。おい高人、野球に行ってこい。でも店番あるから。今日はどうせ客なんて来やしないよ。今から行ったってダメだ、今日は試合だったんだ。もう遅いんだ。なんて顔してんだ、とっとと行ってこいって。あ、父さん何すんだよ。図書室の本なんだよ、弁償しなきゃいけないんだぜ。弁償だのなんだの、男が金のこと言うなよ。こんなもん父ちゃんが直しといてやるから、さっさと行ってホームランかっ飛ばしてこい。もう行ったって無駄なんだ、父さん野球のことなんか何も知らないくせに。なんだそんな泣くようなことか。父さんなんか大嫌いだ、死んじまえ。あっちゃー。夜になって家に戻ると、なんとケーキがあった。お得意様からいただいたんだよ。ダメ、父さんが帰ってきてから。ほらほら、もうちょっとの我慢だから。でもいつになっても父さんは帰ってこなかった。おかしいわね、どこかで捕まってお酒でも飲んでるのかしら。先食べちゃおっか。いいの？いいよいいよ、遅くなった罰だから。外はすっかり雨から雪に変わってた。それでも父さんは帰ってこなくて、俺はその晩のうちに父さんに謝るつもりだった。次の朝。中島さん、中島さん、大変だ、中島さん。父さんは俺と仲直りもせず行ってしまった。俺が父さんと最後に話した言葉は、父さんなんか大嫌いだ、死んじまえだぜ。おいら慰める？いいんだ、誰かにぶちまけたかっただけなんだ。おいらも一つだけ高人にぶちまけるよ。ん？おいらその言葉ほとんど毎日誰かに言ってるよ。
もうオイラは言うのやめる。高い人に約束する。いいやつだなお前。ホントだった。ここに来たのは1年ぶりだよ。この橋にも野球にも近づかないようにしてた。友達と遊んだり笑ったり、楽しいことはみんな。高い人、父さん必死だったんだ。子供もまだ小さいし、年寄りも抱えて一人で全部背負ってたんだ。なのに俺にあんなこと言われて、どんなに傷ついたろう。俺は父さんを殺したのは俺だって思ってた。そんなことないよ高い人。どちら事故だったんだ。うん、きっと父さんは事故だったんだ。このグローブのおかげで分かったよ。父さんはあの日俺にこのグローブを買ってサンタになって俺をギャフンと言わせようと企んでたぐらいだもんな。うん、死んじゃってもっとギャフンになったけどね。一郎くん、俺にグローブ届けてくれてありがとな。なのに俺ひどいこと言ったよな。ねえ、いいよ、オイラの言ったことを信じてもらえたんなら。うん、俺はお化けも霊も信じない。ああ、信じないとダメなのかな。え、信じてないけど父さんに会いたいんだ。どうしても一度でいいから父さんに会いたいんだ。夢でもいい、夢でもいいから父さんに会わせて。そんなこと言われてもオイラの自由には。俺はずっとずっとずっとグローブが欲しかった。でもそんなことどうでもよかった。父さんと生き返りグローブが欲しかったんじゃない。こんなグローブを欲しがらなきゃよかったんだ。父さんがいれば俺はグローブなんかいらなかったんだ。グローブなんか、グローブ。おじさん。高人。父さん。高人ごめんな。一年も辛い思いさせてごめんな。ありがとう。でも父さんの代わりに欲しいものなんて何一つないんだ。父さんがいればバカだな、そんなこと分かってるよ。父さん、これは夢、夢の中だろう。それじゃ高人、グローブも手に入ったことだし、やろうか。大丈夫、練習も準備もしてきたから。父さん、そんな遠くまで行かなくて大丈夫だよ。そうか。よし、行くよ。下手くそ。よし、行くぞ。父さん、ここだよ、ここ。父さん、俺父さんが大好きなんだ。そんなこと言われなくても知ってるよ。お前なんか生まれた時からずっと父さんが大好きじゃないか。父さん知ってたのか。
がないだろう。これ以上話し合いを続けても決着がつかないだろうって、今年もやむを得ずケーキだけで手打ちになったのよ。何を？オイラ抜きで勝手に決めるな！オイラのカラーテレビはどうなるんだよ！そうだぞ、こっちが言いたいよ。今何時だと思ってんのさ。何してたんだい？みんなの顔見てごらん。どうして肌が垂れてるかわかるかい？あんた、7時過ぎても帰ってこないし、雪は降るし暗いしで、みんなずーっと探してたんだろう。伊達に垂らしてるわけじゃないのよ。一年に一度の大事なクリスマスプレゼントバトルを放って何してやがったんだよ。一夜の捜索に出るまでは、釣りとかなり有力だったんだぞ。父ちゃんとじいさんで2票、あとジロの1票が取れたら決まるとこだった。でも、本当は高いももひけん。ジロがいれば洗濯機2票になったのに。ワタルくん1票、バカ。おいらのカラーテレビ！バカいい！お前はバトルに不参加だから参加者のケーキも食えねえぞ。いやー超人だ。いやーどちくしょー負けんなー。てめえら全員死んじまえ。イチロ、なんでそんなこと言って。ジャオがバカ、あんたが死んじゃったよ。ほらそう。 Don't pretend you're sorry, I know you're not.Know you got the power to make me weak inside. And girl, you're leaving me breathless. But it's okay, 'cause you are my survival. Now hear me say, I can't imagine life without your love. Even forever don't seem like long.名前はリンコ。なんでもオイラの遠縁の親戚だとかなんとかだけど、全然覚えがないんだよな。本当かよ。そのリンコ、夜中に縁切り山に行こうなんて言い出しやがるんだ。あそこは立ち入り禁止だって言われたろ。それに今何時だと思ってんのさ。ついてきてくれたらいいものあげるから。